どうも、メカです。今日はこんなプロフィールの私がマネックス証券の IPO ルールについて紹介していきたいと思います。メリット、デメリットに加え自分の当選実績も紹介していきますので、これからマネックス証券で IPO 投資を検討している方はぜひ参考にしてください。まずマネックス証券の IPO ルールについて簡単に紹介します。マネックス証券の IPO における最大の特徴は平等抽選です。 100% 抽選で当選者を決めますので、運次第で誰でも当選ができます。さらに幹事実績が豊富で主幹事を務めることも可能です。 IPO に申し込みするときは前受け金が必要で、資金は銘柄ごとに拘束されますので注意しましょう。また未成年口座からも IPO に参加できますので、家族総出で参加することで当選確率を飛躍的にアップさせることができます。参考までに自分の当選実績も紹介します。現在までに8つの IPO が当選しています。マネックス証券での記念すべき初当選はリクルートでした。それからエラン、グミ、メニコン、コメダホールディングス、ゆうちょ銀行、チェンジ、INE が当選。公募割れした銘柄もありましたが、合計で45万円以上の利益をゲットしています。ではマネックス証券について簡単に紹介します。マネックス証券は1999年に設立されたネット証券です。親会社のマネックスグループは東証一部に上場しています。口座開設費用は無料です。ネット証券ということもあり、勧誘の電話などは一切来ません。安心して口座開設してください。ここからこの動画のメインであるマネックス証券の IPO ルールについて紹介します。まずは抽選配分率からです。実はこの抽選方法がマネックス証券の一番の強みと言えます。マネックス証券では抽選配分率が 100% です。マネックス証券で配る分はすべて抽選で当選者を決めるということです。実は大手証券会社の抽選配分率は 10% ほどしかありません。100枚あったとしたら 10% を抽選に回し、残りの 90% はお得意様に回してしまいます。しかしマネックス証券では100枚あったら100枚を抽選に回してくれるんです。大手と比較すると10倍も変わってきます。さらに1人1票制の平等抽選というところにも特徴があります。 IPO は1人につき100株しか申し込みできませんので、誰でも当選確率は同じになります。資金を多く預けている、手数料を多く払っている、口座を古くから開設しているなど全く関係ありません。極端に言えば1億円ある人でも10万円しかない人でも当選確率は同じです。そしてマネックス証券では幹事実績も非常に豊富です。毎年コンスタントに幹事入りしており、年間では50社を超えることもあります。さらにマネーフォワード、スローガンという銘柄では主幹事を担当しました。マネーフォワードの時は規模も大きかったこともあり、当選者が続出しました。マネックス証券の IPO はメリットが多いですが、注意点もあります。 IPO に申し込みするときに前受け金が必要になります。さらに同一資金で複数の銘柄に申し込みすることができません。もし10万円で申し込める A と20万円で申し込める B という2つの IPO があったとしましょう。資金が25万円しかなかった場合、どちらか一方にしか申し込みすることはできません。2つの IPO に申し込みしたい場合は30万円用意するようにしてください。マネックス証券では未成年口座からも IPO に申し込みすることができます。未成年口座は0歳から作成が可能です。もし4人家族だった場合、みんなで申し込みをすれば1人と比較して当選確率が4倍も変わってきます。もちろん申し込みに4倍の資金が必要になりますが、資金に余裕があるならやらない理由はありません。未成年口座もネットから開設ができますので、ぜひチャレンジしてください。最後に
マネックス証券の IPO についてまとめます。一番の特徴はやはり 100% 平等抽選です。資金量に関係なく当選できるチャンスがあるというのは嬉しいところでしょう。しかも毎年多くの IPO で幹事入りしますので、マネックス証券の口座を一つ持っていれば年間で多くの IPO に参加できます。個人投資家には有利なことばかりですので、 IPO 投資をする上では欠かせない証券会社です。これからも多くの IPO で幹事入りが期待できますので、まだ口座を持っていないという方は今のうちからしっかりと準備しておきましょう。以上、今回はマネックス証券の IPO について紹介してきました。参考になりましたらチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。